自分を責めるな。ベッドで死んでるウィッチャーなどいない。あなたには分からない。大好きな人が私のせいで私のために死ぬ気持ちなんて。みんな覚悟を決めて臨んだんだ。ええ、助けてくれた。でもいつまで？1週間？1月？お前をかくまって痕跡も隠せば。ダメ、私はもう逃げない。生き残った者たちが死に急いではいけない。仲間に敬意を表し別れを告げろ。その後作戦会議だ。ありがとう。やめてくれ。私もあの子の保護者のつもりだし、年寄りの役目は若い者を助けることさ。お前の戦いはこれで終わりではないだろう。分かってる。何を目指すにせよ、スケリッジにはお前に手を貸す者がたくさんいることを忘れるな。私もクラフもその子供たちも。ありがとう、覚えておくよ。もう一度怪我人の様子を見たらすぐ出発する。薬をいくつか置いていこう。元気でな、エルミオン。また会おう。何を思い出してるんだ。ベゼミルのいないケイア・モルヘンなど想像できない。すぐに谷を降りる。来年の冬を過ごす場所を探すんだ。気持ちはわかる。ローマークで運を試してみようかな。戦争の時は仕事も多い。まあなんとかなるさ。また会う日まで。またな、白狼。厳しい戦いだった。上々だ。力添えに感謝してる。気にするな。ケイア・モルヘンに残るつもりはないか。そうだな、しばらくいさせてくれ。何か思いつくまでな。ああ、決まりだな。少しは落ち着いたか。壮絶な戦いだったな。今でもまだ信じられないわ。命がけで戦ってくれた恩を返したい。何か考えておくよな。そうね。これからどうする？ノービグラドに向かって次の戦場で戦う。会いたくなったら野営地に来てよ。よう。ベセミルは本当に残念だった。気の毒に。協力に感謝する。借りを返しただけだ。まっすぐスケリッジに戻るのは暇じゃなくてね。お前にはこの王がついていることを忘れるな。王を友と呼べる奴はそう多くないぞ。お前かシリ、あるいは二人が助けてほしいことがあれば、ケイアトロールドの門を開けて待ってる。ありがとう、覚えておく。俺とシリのためにいろいろとありがとう。正直に言っていい？何が起きるか分かってたらここに近寄ることすらしなかったわ。お役に立てて光栄だけど、ランバートが回復したらすぐ立つわ。一緒に行くのか？思いついたことがあって、ウィッチャーの力がいるの。彼が協力してくれるって。うまくいくといいな。本当にありがとう。これで貸し借りなし。話せるか？なんだ？落ち込んでないか？
最高の質問だ。俺のあれは垂れ下がってるよ。最悪の気分だ、分かってるだろ。俺だってベセミルが不死身と思ってたわけじゃない。その時が来たら剣は俺がもらうとエスケルに言ったぐらいだ。俺の手に馴染むはずだとな。だがもっとマシな死に方があったはずだ。虫のように潰されちまった。仇は討つ。簡単に行きそうにないがな。喧嘩は控えてくれよ。みんな助けようと来てくれたんだ。道徳の講義ってか。違う、ただ頼んでるだけだ。じゃあ答えてやるよ。ケツにキスしろ。また後でな。ああ、元気でな。見舞いに来たのか。ありがとな。大したことない。よかった。ベセミルのことは悔やみきれない。お前は親しかったろ。ああ、いい友人だった。聞いてくれ、俺は全然関係ないことだし、首を突っ込むのは筋違いだが、いつでも力になってやる。だから誤解しないでほしいんだが、俺は反撃するべきだと思うぞ。ワイルドハントとエレディンを見つけ出して、メウシを見つけたオウシみたいに襲いかかるんだ。残念だがそこまで単純ではない。奴らを見つける方法がないし、向こうからは簡単に見つかってしまう。いつでも襲撃される。悪いがゲラルト、そりゃ仲間を失って立ち直れそうにない男のたわごとだ。酒を飲んだり眠って忘れたり、何でもいいから気持ちを落ち着けてしっかり考えてみようぜ。そうするよ、ゾルタン。ジルエアエドは大きな力を持っているのに、なぜ誰もその力を制御することを教えなかったんだ。ちゃんと話せてなかったな。助けてくれて感謝している。シリのことも。礼は後でいい。今は彼女を隠すのが先決だ。それから戦力を強化しよう。私たちが頼れる人はみんなケイア・モルヘンに来ていたわ。だったら敵の力を借りるしかないわね。ワイルドハントの攻撃を防ぐには魔法の力が一番よ。女魔術師が必要だわ。魔法の熟練者たちが。女魔術師会のこと？多くは死に、残りもどこかに隠れている。フィリパ、マルガリータ、それからフリンギラは生き残ってる可能性が高いわ。フランチェスカとアイダもね。協力してくれるかしら。説得はできると思うわ。キーラだけの方がいい？それが一番かもね。女魔術師会は信用できないが、他に方法はなさそうだな。その通りよ。皇帝と協定を結んだの。女魔術師会が協力すれば特赦が与えられることになっている。交渉の切り札になるでしょ。トリス、すぐに出発して女魔術師たちを探しに行くわ。手伝ってくれる？もちろん。最初に行くところも分かってる。もうまた私の意見も聞かずに話を進めてる。もう我慢できない。物みたいにたらい回しにされるのは嫌。じっと座ってるのも嫌。待つのも隠れるのももううんざり。そうだな。自分の身ぐらいは守れることは分かった。希望的なことで励ますのは簡単だ。現実を直視することに比べればな。ジルエアエルは自分で制御できない強大な力を持っている。自身も周りも危険にさらす力だ。制御できるようになるまで隔離するべきだ。まずはクソくらいと言っておく。それから私に命令したいならゲラルトを通さず直接言って。もういい。追った方がいいな。彼女には時間が必要だ。悲しみを消化できるまで待ってやれ。その後すぐに訓練を始めよう。あの力を制御することを学ばせるんだ。本当に訓練が必要なのか。何が起こったか見たでしょ。あの子はワイルドハント以上の脅威になりかねない。分かった。俺たちはもう少しここにいる。その後ノビグラドで合流しよう。ダンデリオンの酒場だ。行くわよ、ヤネファ。出発は早い方がいい。
じゃあな。できない、わかるでしょ。たった8回で諦めるのか、ジルエアエル。何回やればいいの。できるまでだ。できっこない。また後にしよう。最初に試練に挑戦した時もうまくいかなかったな。ゲラルト、今は無理。これに比べたら試練なんてお遊びみたいなもの。でもそういう問題じゃない。じゃあなんだ。アバラックは戦いのことを考えている限りうまくいかないって。でも今子猫とかバニラプリンで頭をいっぱいになんかできない。教えて、どうやるの。何をだ。何が起きても冷静で集中していられる方法。古典的な方法がある。ベセミルに教わったんだ。ベセミルはバーミンに教わったらしい。山で毒人参の汁を飲ませるつもり。スケリッチのドルイドたちが何世紀も使ってきた。必ず効く。ちょっと、許さないから。おい、ずるいぞ。見てろよ。やったね。ちょっと、それは反則。やったね。やっつけてやる。やったね。言ってた通り、すごい効き目。ありがとう。役に立ててよかった。さてどうする。親愛なる賢者様を探しに行ってくる。行かないと。もう馬の準備はしてあるよ。シリ、まだ明け方だぞ。どこに行くんだ。ベレン、ハゲ山よ。魔女の集会までもう日がない。集会の主賓誰だと思う。知らん、教えてくれ。イムレリス、あいつを殺す絶好のチャンスだ。どうしたんだ、一体何があった。
ベセミルの仇を討つの。魔女の集会、絶好のチャンスよ。イムレリスは酔って仲間とお祭り騒ぎをしてるはず。襲撃されるとは思ってない。アブラックが賛成したとは思えないが。手紙を残してきた。ノビグラドで合流する予定よ。早く移動しながら話しましょう。行こう。準備はいい？行こう。